しょっぱなから崩すやん。確かに言っといて。白わかるよ。やるよ。てっー。逆に白わからんわ。てっー。てっー。てっー。え、海は？じゃー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 。あー。てるるるるる。てるるるるる。てるるてっ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 てみたいな。ね、確かに。ユニバル絶対乗るものは太陽を救うのです。あれ太陽を救うのです。なんだっけ、なんだっけ、太陽を救うのです。なんだっけ、なんだっけ、ぐるぐる回るやつでしょ。そう、あれ一番好き。今あれね、できた日に乗ったの。え、すごい。できた日、うん、始まった日に乗ったの。すごい。パパのお兄ちゃんと。すごい。パッケラマンをって一歩ずつ歩んでいこうって意味らしい。あ、そうなんや。急にクラリネット、うん、じゃあ今日乗れます。 ST48 のメンバーさんと2倍行く企画ないですか。すごいな、すごい。でもさ、昔の48グループさ、うん、ユニバでライブしとったじゃん。うん、したくない。したい。なんか本当にユニバなら行ける距離だからさ、そのしかもさ、チーム B2 とかさ、うん、チームでやってたからさ、確かにめっちゃ NNB さんの行きたかったもん。ビーツ、なぎしゅうさん時代。ユニバはな、全然行ってない。ワンピースショーにしか行ってない。絶叫のトラ、一応可愛くキャーと言ってくださいね。え、わかんない、遊園地ね、行くもんね。そう、なる、一応可愛くキャーと言ってくださいね。そう、言われなくても可愛くキャーと言いますけど別に言われなくても可愛くできますけどあ、絶叫ランドはいいけど、絶叫ランドじゃない、絶叫系はいいけど、うん、お化け屋敷系嫌だ。わかる。でもご褒美なんだから嫌なものは言っちゃダメだよね。確かにかどこの、まあ、遊園地なのかによるけど。うん、それな。お、テレピー短冊ありがとう。短冊のなんか笹の葉、笹の葉さらさら、あ、インスタ更新した。そういえば、いいね待ってるコメントとか、ツイッターとは別の全身写真載せましたうん、前髪が終わっとる。じゃがりこ1個食べちゃったと聞いて、なんで知ったん？びっくりした。なんで知ったん？そうよ。サラちゃんがご飯作ってくれたお礼にじゃがりこ買ったんですけど、2個我慢できずに1個食べました。なんなんそれ。よくわからん。食べちゃった。なんかサラちゃんとのご飯の関係だよね。そう。っていうよね。よくなんかタッパーとか。そう。サラちゃんの、サラちゃんって言っちゃった。バラされた。じゃがりこ好きやもんね、うん、バラされた。でもそれもちゃんと一個だけ渡せばさ、うん、ありがとうございますって言われるのにちゃんと言うんだね、うん、2個あったけど1個食べちゃった。さ、え、俺じゃがりこ1個だけかよ、ケチくさって思われたら嫌じゃん。思わないでしょ。だから一応2つ渡すつもりだったんだよっていうアピールのために言ったけど、逆に食べてんだから逆に意地悪いだろ。確かに。およよあ、昨日のチリパね。昨日のチリパでさ、うん、なんかドリームユニットを作るみたいなので、何ドリームユニット、なんか自分の理想のユニット。おお、ゆみ子がなんか身長160センチ以上のこのユニットで、まあ、ちょうど16人だったの。そうなので、まあ、それで普通に上から名前呼んでて、うん、なんか福田あかり、兵藤葵とか、うん、その胸を切りかっつって、うん、サラピンとこだけ、うん、吉田サラさんって言ってめっちゃ上回ってた。
でその前になんかサラペがすごいみたいなこといじるよねって話をしてたから、ユミコがちょっと怖くてっつって、おもろ、うん、面白かった。でもあのお手紙取ってくださってる方には昨日のチリパ関連の大ショットをさっき送りました。限定だおー。うんうん。全然いつも普通にサラピって呼んでるけどね。ニムコ。うんうんうん。話し会。パチ。まつげ綺麗に終わってる。自分の現地話し会応募してない、応募してない、誰にも。あ、券買ったのにかってことか。そう、来いよ南のとこ。当たったら気まずいやん。おもろいやん。つって、なんかね、連移動させられて、たまにあるじゃん、握手会で連移動、なんか連、ちょ、医者さんこっちでって言われて、え、ちょっと赤いのとか行かされて、えって言われて、やうちゃんの動く泣いた。広島はある。確かに、うん。一緒に並びましょうってみんなが言ってる。じゃあちょっと来週当たりやすい人を聞いて。うん。じゃあ申し込んだはずやったらやだよね。せっかく申し込んだ。そう、当たりたいんよ。確かに。だって2枚しかないけん。確かに。結構難しいよね、2枚。え、でもさ、やっぱさ、その子の件はその子に使ってあげるべきやと思う。まあね。だからももちゃんって意味こかに使ってあげるべきだと思うよ。まあね、私はそのポリシー、そのポリシー、福田の件は福田に使いよって思ってるから、だからそこは裏切っちゃいけんなって思ってるわけ。でも外れるぞ。でもやっぱそこは、うん、だってメンバーの奇跡の力じゃない。確かに、だって2期生とかさ、会えるの初めてだから、うん、ファンの人さめっちゃ行くだろうしさ、ユミコは夢でもなんか行くじゃん、うん、だって結構さ、あの後出しじゃなくて元から言われてたじゃん。確かに、あのお話し会申し込んだ人だけ会えるかもしれないよみたいな。確かに、だからそれのつもりでね、頼んでる人もいるかもしれないし。え、感謝枠対象外なの。え、もう終わった。あ、じゃあ何、あ、ゆみこは違う、ゆみこは普通、マジか、ゆみこは一強じゃん。絶対外れるやん。一本で絶対外れ。当たったらバリおもろくない。当たったらバリおもろいけど、ファンの人に恨まれる。俺が一人当たったかもしれんのにってなる。やっぱ裏で一人でやるわ。言わずに、言わずに、おもろすぎ。ゆめこなんて2メートルに距離なくても話せんのに。それな、2センチ出せる。おもろ。でも誰よりもね、ファンの方の気持ち分かってるもんね。ゆめりん、いや、あなたよ、参加して、あ、参加したからね。いや、その時ちょうどゆめこの隣だったから全然覚えてんのよ。嘘、うん、赤にんっつって。でもイヤホンしても聞こえるじゃん、うん、でね、ちょうどなんかファンの人って今はなんか数秒やって自分、うん、今はその数秒やった後次行ったらそのまま行くんだけど、うん、その時は数秒やって自分で押して行くから、ちょうど終わった時でパッて見たら、うん、こう見てた、おこりんだ。で、やきもち焼いてったんや。そうで、言いに行った、なんで来てくれんのつって。それはでもいい動画だった、面白かった。なんで猫おらんのや。いや、それは多分日に日に思うよ。それな、毎日思わん、意味わからんくない、うん、え、だってさ、休みの日とかさ、ベッドでゴロゴロするやん、うん、ここに猫がおるだけでさ。だって、ね、この前アクリンが言ってた言葉がニアの中ですっごい、あの、本当だなと思ったのが、うん、人生数十年しかないだけで、うん、この5年間猫なしで生きてるのは何なみたいな。本当だっていう。マジでそうじゃない、うん、何歳まで生きるか分かんないけど、うん、そのうちの5年を猫なしで過ごしてるってやばくない、うん、え、本当にバカだと思う、うん、なんか買った方がいいと思う。だよね。あれが結構イネの中でスッと入ったよ。買わなきゃって。疲れんかん、欲しい、ありがとうございます。
き。さざなら、さらさらが離れ離れたのか。悟るよね。星だ。流れ星見たことある？あるよ。あるんだ。話は終了だ。私の流れ星のめっちゃいいエピソード聞いて。どうぞ。温泉、うん、おじいちゃんとおばあちゃんとな家族で温泉に行っとって、で露天風呂、うん、で洒落てる寝っ転がりながら寝れる露天風呂、あの、うん、ベッドみたいになった形の、いい、ね、うんうん、で空を見上げながら露天風呂で流れ星を見た。うんうん、おー数えながら、いいシチュエーション、そう、素晴らしい。妹とおばあちゃんに挟まれながら誰が一番いっぱい流れ星を見れるか競争した。おお、誰が一番見れたの？妹。あ、負けたのね。可愛くない？いいね、可愛いエピソードじゃね。そんなに流れ星流れてたの？うん、そう、マッパで。そこはいいやん、マッパよそりゃお風呂入ってもんな。お風呂やもん、そこ触れなくていいよ、うん、あ、すごい流れ星が、流れ星人生で1回だけだな、みたいな。難しいよね、あんな流れ星の間に願い事3回って。うん、だからね、ギフトの流れ星で、うん、願いを叶える手法に入ったの。え？叶うん、これ叶う、マジ？今のところ叶ったのは、うん、猫買うとジョジョ園とカニえ、叶ったん？うん、叶ってないけど願ったん？今から叶う。あ、分かった。そう、ジョジョ園猫買う、ジョジョ園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 なら、あのジョジョ園ギフトの結構早めに消えちゃうじゃん、うん、それでも入るのよ。マジか。3回言うよね、猫猫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 猫が噛んじゃダメ、噛んじゃダメ、噛んじゃダメ、はい、でもやろう、新しく猫顔猫顔猫顔、あ、言えたジョジョ園、ジョジョ園、ジョジョ園カニ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 、あ、6回言えたふぐ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 、テムス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 、グラタン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 、うん、絶対食べれるだろ、グラタン、ネガワンでもいい、ネガワンでもいい、ネガワンでもいい、ちょっと高いの、視力回復、視力回復、視力回復、みんなも視力回復、視力、あ、落ちた、落ちた、クレジットカード、もうクレジットカード、クレジットカードちょっと、あの中身があんと分からんよ、星の人が。クレジットカードを自分で払わなくてもいいようにしたい、クレジットカードを自分で払わなくていいようにしたい無理無理、白く回復、白く回復、白く回復、言うたっていうのは最近ずっとやってる。なるほど、待って待って、星に願いが追いつかない、ちょっと待って、全部経費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 、まつげ伸びる、まつげ伸びる、まつげ伸びるおもろっていうのを最近ずっとやって、うん、これから叶うリストがいっぱいあるいいね、うん、楽しいよ人生全部経費ちょっとおもろい確かに一番欲しいかも、ね、全部経費で落としたいよね、うん、全部経費がいいね、確かに。なかなか経費で落ちないもんね。落ちないよ、なかなか。嫌だな、アイドルの経費の話。あと、ファンの人のためにちょっと一応願っとくか、うん、一応一応願っとこう、うん、あの申し込んだ人全員リアルお話し会に当たりますように。申し込んだ人にみんな当たる、みんな当たる、申し込んだ人全員リアルお話し、本当に入ってんの？星流れてないただの願望言ってる星流れてなかった、全然星流れてなかった今けどずっと言ってた怖すぎみんな当たる、みんな当たる、みんな当たる、え、言えた幸せ、幸せ、幸せ笑顔、笑顔、笑顔、力が入ってない、そうかなそうかな、全員、全員みんな当たる、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 当たる、だから神様が何が当たるの、そっか、ちゃんと言わないけんのか、全部全部言わないけんのか、あー、どうしよう、ね、あ、新幹線、香川に新幹線、香川に新幹線、香川に新幹線、マジで欲しい、ガチだよ、欲しい、作って、どうやって行ってんの、バス、あ、バスで行くのと
電車で行くの？あー、あんま変わらんのよね。なるほど、うん、新幹線でも高いよ。新幹線まあね、中にケチるからどうせ乗らんて。確かに、うん、確かにそう言って電車飛ばしていくって。確かに新幹線できても高いから。確かにでしょ。できたところで乗らん。あれだ、ママに新幹線で帰るからって言ってお金もらってますで帰って。定期か。節約すること定期定期ね、うん、もっと猫に頻繁に会いに行きたいけど、うん、やっぱお金が気になるから、うん、定期買って確かにあーゴロミ定期か、うん、定期って高いよね新幹線。あ、それだ。ビス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 イベントあさってたから温存しなさいって流れてた。確かに私あのそれ気にせず振っちゃってごめんね確かにソーリー大丈夫。みんなはそれをちゃんとわきまえてるはず。私そうだね、今日の誕生日乗りたいっていうのと、その今日あさってからのイベントは多分みんな別で考えてくれてると思うから、ちょっとあの流れ星やってる場合じゃないちょっとごめんね全然全然全然あっと思ったんです今ありがとうございます皆さん。すいませんね本当明日配信9時半から。え、夜夜のね。あ、朝の。いや朝ね集合するじゃんと。確かに夜の9時半からするんで星投げ3周の練習をしましょう。こっちはじゃあね、ミーヒーハンの皆さんは、これからのために温存していてくださいはいちょっとね私もね何か知らん時に出るのでビスは出ないです。なので人それぞれ。そうです、中にでもずっとモデルとか雑誌の本当にオフの時も言ってるもんねオフの時も言ってるもんね、もろ2人の時あの本当に取ってつけたようなじゃなくて、あのオフの時にオフの時も言ってるもんね。2人の時にも言ってます。全部経費でなんとかなりませんかなりません、残念ながら。面白い。意外と経費落ちません、うん、でも今回そのモデルさんのやつだから参戦しないけど、もしあそれこそさ、なんかこれでさアニメの声優になれますとかやったらやるよね。そうだったら私は全然行くので、うん、本当にあの温存それのみそうだね、あと七並べ結構頑張っちゃったし。そうだね、すごかったよね先月。みなみ頑張ったしファンの方も頑張ってくださったので、ちょっと2ヶ月連続っていうのはちょっとやめとこうかなっていうのもあった。星集めのためにみーちゃん配信お願いします。んてだよいいけどよ集めて帰れ30秒配信星集め専用星集め専用バカにしてるあらミヒも電話番号認証しといてね。え、知ってた？何が？電話番号認証しなきゃいけないの。え、ツイッターの連携じゃないの？うん、違うの今。あ、じゃあ意味ないじゃん。私めっちゃカホちゃんにめっちゃ頑張って星投げてたのに、うん、全部無駄だったの。あ、じゃあ認証してきます。いやいいけど、見ないいいけど、それを昨日知ってね、うん、びっくりした。え、てかでもそうだと思ってた、認証でいいと思ってた。そうだよね、あのツイッターでいいと思ってたじゃん、うん、もう今ツイッター関係ないんだって。あ、今は違う、本当だ。あ、ちょっと前に変わったんだ。そう、びっくり、怖っ。すごい知らんくてやってたらね。え、なんか、うん、例えばさ他のファンの方でもさ、うん、なんかギフトは投げれないけど星はっていう人はいるじゃん絶対。スミネのファンの人もそうだと思うし、アクリンとかに、うん、ね、うん、意味なかったら悲しくないよねえ、そうなんだ。それ毎日言った方がいいよ配信で。あ、わかりました、うん、ネームも知らないし、今コメントでも知らなかったって人いるし。やっぱ1年やってないからルールがめっちゃ変わっとる。うん、確かに賞レベルで1年ぶりなんか、うん、なんで明日9時半から配信してそのショールームの講座をするので星投げね、ショールーム星投げ講座をするので大事、よろしくお願いします。はい、9時半に始めるんだったら何時までに星集めしたらいいとか、ちょっと今誰かまとめてください。難しいよね。でもなんかさ、うん、そういう自分がやりたいとか、うん、映画とかドラマとか、うん、声とかだったら出るって思うけど、うん、ショールームとしたことないんですよ。え、そうなん、うん、意外とあるかも、嘘ついたかも。その
何そういう最近はないってこと、うんうん、なんかあのショールームガチのなんかそういう、うん、なんかあれ出馬して出馬じゃない出馬出馬して立候補権はなくて、うんうんうん、なんか昔やってた48のさ選挙の時の、はいはいはい、強制的になるやつねそうそうの時くらいで、うん、そうなんか変な話まあ、うん、言い方悪いけど響かんかったっていうか、うん、まあいいかなと思ってて、うん、けどまあ自分がやりたいやつはやるじゃんだからね初めてに近いからその場合教えに来ます教えに来ます逆逆え教えに来てくれる教えを請います全然教えます逆逆有識者の方のツイッターがあったのでフォローしました ありがとうございますそのそういうなんか欲しいなんかまとめてくれてる人いるからねはあ夜8時40分に捨て星だからそれまでに星を集めといて捨て星8時40分に捨て星で9時半から配信スタートでもなんか大変だよねこの期間ほんとそれなんか敵ではない敵って言い方は違うけどさ、うん、みんながやっぱライバルなわけだよだけど、だけじゃん私はもう一喜一憂しない他人で、うん、それでいいよ自分の人生を生きてるから、うん、別にいいそれでいいよ、うん、そういうもんさ、うん、えマジそれだって、うん、何も悪くない正解だって正しいって、うんうん、本当に仲間同士で争うあっていいことはないけど、うん、けどでもこれで誰も出馬しなかったらさ、うん、いや STU なんなんてなるよね前1位取ったじゃん、うん、でなんかやりたいって気持ちが本当にあるじゃん、うん、だからいいじゃんありがとうございます一緒に他の子がさどうとかは知らんけどいやみんな頑張ろうみんなでそうそうみんなで今日もさ最後の日配信できんけどさ多分 あれがあるけどあのリアル話会あそうそうちょうどかぶったのこれは応募した子全員でみんなでホテルに泊まろうって話をしようって、うん、慈悲で、うん、うちら仲良しすぎんだみんなでイベントでそう確かになってた確かに全然電話番号登録しましたありがとうございますじゃあ明日は夜の9時半からショールームするので皆さんそこに向けて明日は練習ですよ明日は全然関係ないんで何も関係ないのうん、だって明後日から、うん、月曜日から次の日曜日までなんで練習そういう方法もあるのにまだ見ました練習しましょう1日前に練習それは経費で落ちません経費で落ちません慣ればあるので捨て星に8時45分ぐらいがいいかと方法じゃあ8時45分ぐらいでいいんですよ自分のために頑張りなさい自分とファンの方のために頑張りなさい福ちゃんのファン練習必要なのあるあるある絶対これミスるもん、うん、難しいよね難しいリハーサルしましょうみんなで星はだから今日この配信終わったらとりあえず星集めといてで寝て8時45分に明日の夜の星で募集して、うん、で9時半から配信スタートして星3章やってみるとわかりんとか本当にプロだよねショールームそうなんだろうねみんなすごいけど詳しいよねみんなが教えてくれるでもみんな1年間のブランクがあるから赤にもね私もだからみんなで練習しなきゃ大事練習第一だねなるほど学びました一つ配信時間は何分想定明日はつけっぱで2時間半多分配信するけどまあ何分想定かは分かんないいまいち分かんない本当に20分30分想定かな2時間半ぶっ通しであるより、うん、ブツブツだった方がいいのうん、うん、難しいこう学びに来る短冊ありがとう私はまだあんま全然まとめれてないんで明日作戦会議しましょう楽しみ楽しい久々ね久々ショールームを目的があってショールームができる時間が好き、うん、このためにみたいなそうそう確かにリールに大抵のしてください何リールって、まあ、インスタインスタやってないリールなんかあれねツイッターもね、うん、なんか固定できたりないねフリートみたいな
インスタはさストーリーに上げたやつを永遠に残せるからさ、やり方とかやって残しといたらちょうどいいじゃん。なるほど。岩田とか多分それすると思うな、インスタあるから。だからフリート毎日俺、ね、ツイートするとか24時間消えないし。あか、まあ何時に捨てほしいをいっぺんにその日やるとか。でもツイートすれば朝何時に今日の予定ツイートとフリートするよいしょ。今何時何分？今11時48。もうそんな時間早いよね。そうなんよ、お話し会終わる時間もあれだけど、今日遅かったよね多分。あの帰る時間もかかったよね。うん、確かに。うん、早谷にえん三つ編みかわいい、ありがとうございます。56分になったら教えてください皆さん、ランキング。うん大SNS 時代。こうしこうし、テテテテテン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 あなただからね、しょうがないけれど、ずっと楽しみにしていたのに、がっかりして。さあ、ハートありがとうございます。腰がいっぱいだ。あ、歌ったから音符あげた。ここでひとしばい。ご飯ご飯ご飯かわいくないわ。ご飯ご飯ご飯、風邪をひいたみたい、だからちょっと優しくしない。え、歌詞間違えた。合ってるよ。え、もっとじゃなかったっけ。知らん、あなた折り目でしょうかいやいや全然久しくやってないもんでさ確かにもっとだわ。アガリンはマジで圧巻ビーバシのファンだから、うん、橋のちょうど真ん中で。いやマジでいい超いい。あら、ほんまに褒められた。めっちゃいい。あの裏でざわついたから、え、アガリンが歌ってるってあれめっちゃ褒められた。めっちゃ良い歌。なんかなんていうの、声的にも合ってた。合ってた。将来なんか歌唱力ナンバーワンとか、うん、なんか何かの間違いで出ることがあったらそれアカンベーバス歌うわ何かの間違い何かの間違いで出ることがあったらめっちゃいい。カンベーバス歌った方がいいよね。うん、めっちゃ良い。嬉しい。アカンベーバシバイバー。唇が出ずキスができない。君よ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 、傷つけ。あ、傷つけ。あ、そうだ。なんか昔の、うん、なんかなんだっけな、 NHK さんかな、うん、なんか AKB さんの曲をめちゃくちゃやってるのをまとめたやつを総集編として放送してたから、うん、圧巻ベーバシの次が唇フレーズだったな、うん、なんか永遠アッカーメンバーシー歌ったら次に絶対歌っちゃう、流れ覚えちゃって。あるよね、なんかアルバムで、うん、耳が覚えちゃってみたいな。そうそうそう。福ちゃんとこから飛んできました。バタバタ。かわいい、ハート使ってる。んコメントがかわいい。福ちゃんとこから飛んできました。それは福田のファンだから言うと思った俺はもう可愛さは鍛えられてますね。可愛いコメント欄にしよう。あ、嘘とか使ってほらほらバレるから。嘘ついてんだバレるから。ほらハートとか使って。慣れてないから変化出てこないんでしょ。ないな。ないで。あとなんか猫くさい。ないな。ないね。おかしいな。嘘だよなこれ。コメント多すぎなっちゃった。
みんなハート探して、ハート探して、ハートってどこにあるんだろうみたいな、ハートってどうやって出すんだろうみたいな、俺もうみんな使わない、面白なかった、見てきたけどなかったね、なかった、嘘ついてた、猫草めっちゃおもろい、みんながハート使ってんだ。出ない出ないってコメント、おもろい、環境依存文字、ハートハートハート、キュン、え、何なの、あ、星か、花か、すごい花かも、うちもハート使い出したわ、マジ視力上がってきたね、上がっちゃった、しかもみんなハートの使い方覚えちゃったいいじゃん、愛あふれる、でもハートって言ったら出てくるよね、下に、うん、使おうじゃん、みんなそれかわいい、コメントが、ほんとだ、コメント欄がかわいくなる、夢かわいい、夢かわいい、だってハート初めて使ったこのハートはメールで使えるハートなの、使えないよ、メールハート1個も使えなくない、そうなんだ、あ、テロップに使えるハートだ、あーそうだね、メールで使えるのはオンプと星のみ改変、改変求むマジで悲しい、だからもう変な顔文字ばっか使ってる、それな、わかる、普段使わない、10年前のみたいなさ顔文字ばっか使ってるハケみたいな、それなキャーみたいな、待って、何そのハート、みんなにも使ったことないハートなんだけど、ね、なんか普段 LINE とかでも絵文字使わんけど、 Twitter とインスタだけめっちゃ絵文字つけるタイプ、あ、うん、絵文字でなんか分からん、使わなすぎて、いつも確かに、いつも丸とびっくりマークだからもっと絵文字使って、あと伸ばす棒、あの怒ってないよっていう時でもさ、うん、なんか知らんわとか言うのもさ、知らんわってぐらいのテンションでもさ、うん、LINE だとさ、知らんわってぐらいに消えるじゃん、うんうんうん、だから知らんわって伸ばすっていう絵文字は使わん、めんどくさい、使って、知らんわでいいよ、使って、へこむ、私結構地味にそんでへこむから、でも思ってないんだし、みんなの LINE で思ってないでしょ、思ってる、正直に言って、思ってる、めっちゃ嘘つけ、本当に機嫌悪いのかなって、嘘、本当、じゃあ言ってよ、いやー、電話したらめっちゃ笑顔で出るよ多分使って、わかった、そういうのを一回戒めようと思って、スタンプの他に絵文字持ってんじゃん、可愛、うん、い絵文字何個か買ったんや、これマジこれを使うようになろうと思って、うん、飽きたよね、すぐに、わかる、あれ変換出すのめんどくさいよね、そうだよ、使わなくていいよ私に、なんでだよ、情緒不安定かよ、ばかりは別に何と思ってないもん、わかるもん、あと南でよくあるのが、南の LINE を見て、うん、あーどうかな、うーん、ちょっと今わかんないから後で返そうと思ったら大体メッセージ削除されてる、あーそうなの、見てんの、え、結構見てるね、はずごめんねって思いながら、何消すっけな、なんかコンビニ行こうとかちょ申し訳ないなと思って、え、ね、とかなんかこれこれってこうだっけみたいな、あーを、いや、どう、ちょっと今ちょっと返せないなみたいな、申し訳ないと思うのと、うん、思うのか、うん、いろんな人に聞いてて、ああ、ね、答え見つかったからいいですごめんなさいっていう時もある、あるあるで見たら、あ、なくなってた、あ、ごめんってなるそっちのもはずない、でも分からん、見てない時も多分ある、うん、あの半々、でも基本的にあの他の人にも聞いちゃった説が多い、うん、そうだ、あと解決したんだろうなみたいな、うん、だから全然気にしなくて大丈夫、あ、56分になったということで男女読みたいと思います、リアルタイムランキングなのでその辺のコメント読めないです、います、13位 TOSI トイさん、パチ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 、ランキングの時間、12位アイジさん、パチ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 、11位デーバさん、お話し会楽しかった、おー初参戦ありがとう、私も楽しかったお、10位幸せな時間をありがとうございました、パチパチパチ、誰誰誰誰誰、あー、アイコン的に今日はお話しありがとう、内海かわいい、ありがとう、最近名前つけないなんか風潮あるよね、名前いじって、でもあの人だよね、青にやし、お疲れ、このリアルオンラインありがとう、リアルもよろしく、当たりますよ、願いをするだけ、名乗りなさい、リアル当たり、リアル当たり、リアル当たり、これで当たりますリアル当たり、
一応確認はすべきです近いし、ありがとう。やっぱそういう風潮だよね、ありますよね読んだ、ラウンジは全部読んでない、止まってる、止まってる、うん、名前を隠してる人がいたから、あ、名乗れっつってる、そういうことね今捜索中、いいよ言うよ、いや分かんない、知ってるんだよ、あけど隠すから自分で名乗りなさいって今いいよもういいよ言うよ私がはい10位たけしさん、パチパチパチ、9位自由さんお疲れ様、パチ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 、8位ボムさん、パチパチパチ、7位エビ様、パチパチエビ、6位、あ変わっちゃった、あちゃーかんちゃんファラスカイターありがとう、この夏は玄米高さん行きたいので当ててください、私がね当てれる権限あったらみんな当てたいんだけど、なっかんありがとう、小さいどうもお話会ありがとう、リアル話会の時におめでとうみたいなので焦ってからイベントが、確かにリアルお話会でさ1週間イベントお疲れ様ってどの顔するかだよね、こわでね、あとフーとサラピとミーヒン推し仲間寄りにしました、グッちゃん配信ありがとう、話し会もありがとう、台本ないのにテンポ良くてリアクションがすごい、確かにゆっくり休んでね、ありがとうございます、さんテリピー話し会ありがとうございました、今日も夏は悔いのないよ全力で楽しみます、だね楽しみ、アナミラクル福ちゃん好き、ありがとう、エビ様ネロありがとう、今日清流さん食べきなくて落ち込んだけどショール見たら元気出てきた、あーそうだったね、ネロありがとう、次のシングルそうだね、直接当たりますように、ハイパー6万円ありがとうございます、来週会えたらいいですよね、だね青ね、カンズありがとう、1位はのぶおさん、下等からのイベント頑張りましょう、福ちゃんが1位になりますように、え言ってたの、ったね、ありがとう言ってたの、というわけで私が札を当てたらせとおうちって言ってください、ありがとう、札はスタッチ3度の飯を選んで決まり、佐賀県出身のくちゃんこと福田会でした、皆さん今日も一日ありがとうございました、お話がありがとうございました、お疲れんかスピンゼミです、ありがとうございます、じゃあ明日は夜の9時半からショールームします、私がどこどこ今日この後星集めして寝てください、そして明日の8時40分、私今何分繰り返してください、はい、明日の8時45分に捨て星して来てください、ありがとうございました、バイバイ、ツイッターインスタ更新してます、見てね、またね、私入ってない。